パパパパパ B 級グルメ第4弾イエーイ来ました、大分県、我が県ですね。来ました我が県の大分。大分県の今回紹介するものはパンパンシュシュシュ麺といえば何がありますか。長崎ちゃんぽん。せっぺー、大分県庁ゆっとうやんけ。これえっけっけっけ、やせうまですね。やせうま、そうそう、あのデザートペイ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 麺や言うとるやろがい。あってことはあれですね、ほうとうですね。そうです、ひた焼きそば作りますよ今回は。ひたといえば、これいえば焼きそば。もうね、チンなんてしなくてそのままね、茹で麺入れてきます。さあこっちへどうぞ。はい、来ました。さあ、ね、ね、ごま油も忘れずに、ね、下焼きそばはね、焼くのが特徴ですね。そうですね、カリカリね。なんでもね、下焼きそば焼くのがあんな B 級グルメで有名なんでしょうね。それはもう、土地っていうのは焼いちゃうんですよ、なんでも。なんでも焼いちゃうんだ。そうです。ジュニアは食べたことある？まあもちろんありますね。ある、はい、あ、全部焼いてましたね。ん、何具材です。あ、具材よね、はい、まあ、そうだな。焼きそば作る時とか豚か炒めて、そうね、ちょっとレンジでチンしたりね、麺をね。麺はもう最悪、うん、あったかかったらいいぐらいの、あ、そうそう感じですよね、絡まって。下に行ったことは、姉ちゃん迎えに行ったことある？いや、うちの姉は迎えに来てくれましたね。迎えに来たの？はい。本当？今の時はちょっと暗くて。はい。ああ、いい。その時にね、かの有名なピーフーレンに行ったんですけどね。ああ。ポーフーレン？いえいえ。ピーフピーです。ソーフーレン。マジで？そうです。美味しかったソーフーレン。あ、もう値段高かったですけど。見た目丼か、見た目丼やないかよお前。値段高い、やっぱもうぼったくりかよ。やばいやばいやばい、バカにしてんの。あ、相当怒ってるな。なんだお前、かけえの頼みやがって。どんな感じの買い物やったら教えてよ。あ、すみません、この焼きそばの普通サイズですかね、これを一つください。わかりました、お待たせしました、た焼きそばになります。んで、これは竹くせによ。なんでなんで。いただきます。どっちがどっちだよ。どっちが店員でお前なんだよ。わかんな、パク。おう、あ、おいしい、うん、ごちそうさまです。いや、おう、あとサラダが美味しかったですね。サラダが美味しい、はい。ね、やっぱこういうなんか豆腐でもね、値段の割にやっぱ味がちょっと豆腐ないっていうかね。まあよう言われますけど、ね、まあちょっとこうね、そうです、お店によってなんか味が違うとかは聞きますね。皆さんも大分に来られた際、日田に行く際は、ね、ビール工場に行ってください。いや、ビール工場かー、これいい豚入れましたよ、はい、怒りの豚を。怒りの、もうイカトンですね。あのね、ちょっとこういう、こんな感じで少し焦げがつくぐらいね、片面は。あら、で、あんまり両面焼きすぎるともうあの、何の面かようわかんないんで、この辺からちょっとね、弱火ぐらいでちょっとやっていきますか。まあ、今回あの普通のやつってほら豚から炒めるけどね、はい、豚はね、あの麺をしっかり焼くんで、皿うどんみたいなイメージを持ってください皆さん。あれじゃないですけど、分かりやすいんだけどな。あんぐらいカリカリにしてくださいね。そう出ないとね、来たの人がみんな怒るんで。あ、また怒る、怒りすぎじゃない。お前は作り方も知らねえくせに、誰こんな中途半端に作りやがって。誰これ。あ、北県民です。北県民なの。おい、バカにしてんのか。何しっかり焼け、麺はしっかり焼け。ああ、優しい優しい。ほら、ぬるんじんじゃないのか、焼きが足りないんじゃないのか、しっかり焼け。
はい、できました。下焼きそば来たね。香りもいいでしょう、まあ、今回鉄板入れて卵入れちゃって、今下に醤油の香りが、香りがね、パンパンします、パンパンします。ちょっと待ってて、はい。そして最後にみんなの大好きなくれない、くれないの豚を投入して、天使を振らせて、おい、はい、終了。イエーイ。ふー、ね、サプライズケーキの代わりなんかには、あ、いいね、ね、この、ほら、この音、ジュージューしてるケーキの代わり、これ。そうです。マジでいけるんだ。いけますね、全然。嬉しい、もらったら。はい。いや、もう読みだな、今。ちょっとじゃあ食べてみようか。いいんですか。ちょっとあの写真撮るから、ちょっとなんかこの辺、ごめんね、あんまり崩さんよ。いただきます。はい。そうそうそう、はい。崩さんだよ。はい。よしよし。崩さん、お前。きれい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 に。いただきます。あ、うん。この、北焼きそばの代名詞の。あ、パリパリ食感がまず。これ第一にやっぱ来ますね。あー、プロだ。でこのキャベツとかの野菜との相性、うんうんうん、この醤油だからこうなんていうんでしょう、醤油感。ダメだこいつ、全然出ねえ言葉が。これダメだ、脳梗塞だこれ。脳梗塞なってますこいつ。じゃあ皆さんこれ作ってくださいね。じゃあちょっとジュニア、脳梗塞ジュニア、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったです。ではそれでは皆さんありがとうございました。さよなら。また見てね。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価